なバカな。嘘だ、嘘に決まっている。小じわ発見。平常心、平常心、表情を変えちゃダメ。いつも通り、いつも通り。いや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 、若くないというわけではない。振り返ってみれば、小じわもできるか。踊りたい。スーパー忍者を目指してキラキラと輝いていたあの頃に。若さか、何もかも皆懐かしい。商品は一つだけ何でも願いが叶う秘伝忍法書だと。私のテンションはキラキラと輝いていた時代に戻っているぞ。なんで鈴音先生が出場してるのよ。聞いてないわよ。憎い。え？両目の若さが憎い。ちょっと鈴音先生。そう、小さな小さな両部の胸、これからの成長を感じさせる。まさに若さの象徴。憎い。なんでそんなに殺気ムンムンなのよ。鈴音先生怖いわよ。怖いだと？まだ本当の恐怖を知らないようだな。いいか、両部、本当の恐怖とは老いだ。こりゃダメだ。とにかく勝負するわよ。先生だからって手加減しないからね。こっちもだ。日頃の鬱憤晴らさせてもらおう。さあ、いよいよ始まる第1回デカ盛り美食大会。今回の挑戦者は熟女というほど熟しておらず、少女と呼ぶには
遅かったプチ塾長、戦乱神楽の麗しの助教師枠、鈴音先生こと凛ちゃん、いや凛さんだ。はい、夜年並み何のその、いつでも心にラブ&ピース。今こそ生徒に隠れて続けた花嫁修行の成果を見せる時だ。比率ケビ女子学園凛、悪の誇りを舞い掲げてもらっちゃいましょう。肉肉しい鈴音先生、どうしたのよ。いざ尋常に勝負。
といううまみの本流じゃ。気持ちいいのおいしいが押し寄せてくるようじゃ。うわしにはわかるぞい。このお好み焼きの秘密はキャベツじゃ。そう、まるで小さなおっぱいを寄せてあげてボリュームアップさせるかのごとく。これ日々の経験からなされる技なり。今ならできるぞい。おー、忍び天神。悔やむんじゃない。私の料理がうまいだけだ。この程度できなければ、教師として示しがつかん。いいぞ。私もまだまだやれるということだ。両備、若さとは光のごとき速さで過ぎ去ってしまうものだから、今を大事にするんだ。スズメ先生、なんでそんなおばあちゃんみたいなこと言うの。とどめだ。私はおばあちゃんではない。料理を楽しもうじゃないか。お腹いっぱいにしてみせる。いざ尋常に勝負。帰り道思う
その程度できなければ教師として示しがつかん。これは、やりすぎじゃ、これはやりすぎじゃよ。これはうまいだ。あっぱれ、あっぱれじゃ。私に勝ちたければ日々の修行を怠るんじゃない。この程度できなければ教師として示しがつかん。容赦はしないぞ。行くぞ。いざ尋常に勝負。ここからが腕の見せ場。勝利は諦めたのか。
程度できなければ教師として示しがつかん。これは、これは、口の中に入れた瞬間に沸き起こるビッグバン。わしは今永遠に繰り返される命のスペースオペラを感じているぞ。にゃっはっはっは。おー、うまいぞ。許してください。悔やむんじゃない、私の料理がうまいだけだ。この程度できなければ教師として示しがつかん。なかなかセンスがいいな。知ってしまった今、そんなことを言ってはいられない。スズネちゃん、どうしちゃったの？そんなこと言うなんて。 Beauty&Youth。 ん？ Beauty&Youth、 美と若さ、それが今の私の心情だ。あの頃に戻りたい。 Beauty and Youth。 若さが憎い。なんでもいいから叱って。いざ尋常に勝負。これはうまいわ。
など考えが甘いな。キャラを演じてもきっとリョーナのようには愛されない。そんなことないよ。ギリギリセーフじゃない。スズネちゃんもいじめてほしいな。ごめんなさい。こちらこそすまなかった。先生だよ。紫か。憎いぞ。ぬいぐるみと戯れても許される若さが憎い。スズネ先生は憎しみに囚われてます。目に映る全ての人を憎んでる。そんなことはない。私が憎いのはヘビ女ではリョウビとリョウナと紫だけだ。お姉ちゃんとミヤビさんのことは。ミヤビとイムは憎んでいない。むしろもっと仲良くなれると思う。どうしてです
の二人はどちらかというとこっち側の人間だからな。年齢的に。お姉ちゃんとみやびさん、かわいそう。だから紫、お前は私の敵だ。負けません。おばさん予備軍には。許すまじ。私は断じておばさん予備軍ではない。かわいそう。いざ戦場に勝負。ここからが腕の見せ場ね。これは。
思わず時の止まる今さ。もう外に出たくない、うん、修行を怠るんじゃない。この程度できなければ教師として示しがつかん。これで私はあの頃に戻れる。若くてピチピチだった青春の日々に。もう顔の小じわを気にすることはない。お酒を飲んで鬱憤を晴らすことも必要ない。二度とは手に入らぬと思っていた若さ、それが今私の元に帰ってくるのだ。私の願いはキラキラと輝いていたあの頃に戻ることだ。これは眉。なんて気持ちがいいの。私が求めていたのはこの感覚なのよ。今の私なら何でもできる気がする。
かかりしあの頃に戻りたい。ビューティー&ユース。記録更新。いい調子だ。